じゃあ、ナウです。と、あの人です。まあ、今日はね、ちょいと、まあ、緩めなね、動画なんですけど、俺たちのこう住んでる町は、まあ、埼玉県っていうところなんですよ。秘密の県民賞とかでも、全く取り上げられない地域第1位として、持ち上げられてる、埼玉県。まあ、埼玉県にもね、やっぱ、いっぱいいいところはあるわけですよ。な。まあ、とりあえず埼玉県にもね、いろいろいいところはあるわけですよ。そこをね、こう、どんどん紹介できていけたらいいなっていうとこありますわ。次で、第1回目、川越にね、行ってみたいと思います。まあ、川越っていうのは、有名なのは、なんだっけ、古き良き町並みみたいな。やっぱさ、金あるじゃん、金。な、ちょっと時の金みたいなやつ。あ、金ね、金ね、俺ここマネーの方が持ってた。誰稼ぎに行くんだ俺。なんか川越が金持ってるみたいな話から落ちた。言うならば俺住んでるとこほぼ群馬だな。ほぼ群馬。言って俺の住んでるとこほぼ茨城なんだよ。なんで茨城と群馬に近いやつが埼玉のことを紹介しようとしてんの。川越の方が遠いんだよ。この田舎感わかります。森よ、森じゃないけど。はい、というわけで、というわけでね、川越にやってまいりました。初めて来たんですけど、多分いい街並みですね。これからいろんなとこを紹介していきたいと思います。いや、埼玉県にもいっぱいいいとこあるんだぜっていう、そういうとこを見せていきたいよね。埼玉県の底力を秘密の県民賞以上に。いきますか。ええ、すごいすごいすごい、街並み見て、街並み、ほら、このなんか京都っぽい感じ。でもなんか京都ともちょっと違うね。京都って言うなよ。いやね、すごいね。え、すごい。これがね、川越の街並みです。これって全部お店だよね。うん、別に民宿とかではない。じゃないじゃない、普通にお店だよ。食べ歩きとかも。すごい、みんなこう、なんだろう、黒いさ、屋根瓦。瓦、そう。すごい、本当に昔って感じ。でも京都にもこんなすごいとこなくね。はい、京都って言うね。時の鐘がもうすぐにあるんで、ポーンと。あ、これはやったね。どうしたの。これやったね。何をやった。これやったね。待って、何をやった。あ、川越に時の鐘って有名な場所あるんですけど、ちょっとなんか知んないけど回収してます。なんだこれ。なんだこれは。なんかかかってやがる。もうマジで、じゃあ記念撮影しようぜ。ここで、うん、回収工事バックに。サバンナだね。旅なんてこんなもんだ。それな、全土田なんだわ、本当に。金付き通りって書いてあるのに。いいね、神社。何神社か分かんないけど。あ、ほら、いい景色じゃないこれ。サバンナってるよ。神社観光。はぁ、まあ神社。こういうのがいっぱいあると思いますよ。ピントが合わねえね、ここ骸骨。ん？いや、あれはなんか映したら俺まずそうな気がするから映さない。埼玉県からすぐ来れて、京都よりも全然混んでなくて、歩いててその辺全部回れちゃうってところがすごくいい。じゃあ柏横丁の方向かってみようよ。よーし。なんかあの人いわく、ちょっとなんか食べ歩きのね、あれもいい感じなんで、なんか食べようぜ。でも抹茶ソフトでしょ。上並んでるけど。ちょっとわびさびしてみる。ちょっと厳しいな。まあ違うとこでもいいでしょう。いいね、この道。君と僕ちょっと好きな子似てるわ。俺も好きだよ、この道。ちなみに私ですね、裏千家茶道部に入っておりまして、ちなみにちゃんと資格も持ってます。成り行きで入ってますね。成り行きじゃないよ、僕はちゃんと茶道を志すという目標を持ち入ったんで。茶道目的じゃないよ。茶道だよ、ちゃんと茶道目的に入ったよ。あ、ここよくね、この感じ。あ、この感じよくねとか言ってたけどさ、これ何、これからカメレオンじゃねこれ。もしかして、キモいんだけど。すごい、見てこのさ、五円は大切だよねって言いながら、なんかこう五円玉投げてほしそうな顔。いかにもこの催促してる感じが嫌いだわ。結局これだけ。あ、わびさびじゃね。錦鯉だよ。ええやん。水これか。お、ミストが弱い。すごい弱い。もうちょい欲しい。ここじゃね。
来た一周できるんだね。来た柏横丁、俺がめっちゃ行きたかったとこ。俺は川越って言ったらもうなんか柏横丁ぐらいしか知らなかったぐらい、もう柏横丁っていうイメージがあったんだけど、それが調子がすごいもん。おやおやおや、マッチの押し方がこれが柏横丁です。すごい、このすごいね。わあいいね。え、本当になんかタイムスリップした感じだよね。わあすげえ。え、タイムスリップしてんじゃん俺ら。これ以上長い部が足は他にないってね、全国で一番長い部が足を押さえます。石ちゃん来てる。本当だ、日本一長い足。これはおいくら万円？500万円頭悪いみたい。はいはいはい、飴細工やってます。あれ、こんで終わり？終わりじゃない、ここだけ。本当に、あらららららすげえ、なんかでっかいのがいる。ペリカン、これ時空を超えるダビちょっとこのお店で食べていきたいと思います。このお店でね、ちょっとアイスを買っていきます。しまったかいの受けちゃった。あー、なになに、売り切れ。ほい抹茶、じゃあお抹茶でいいんじゃない。普通にお抹茶でいいか。お抹茶でどっか座りたくね。座れ。いやいや、京都だよ。いや、完全見てこれ、このこのさ、この座ってるところの赤といい、このこの感じやばいでしょこれ。うん、うまっ。じゃあもう一個さ、高い方買ったらさ、これよりもっとうめいってこと。失神するね危なかったよ、かったよ、なくて。すごくない？これがね、これね、歯医者なんですよ。ちょっとやばくないですか。いやめっちゃすごい。あ、ここすごくない？ここ、ここめっちゃ昔って感じ江戸感するわ、これ。うわいいね、豆やん。すげーな、ここ商工会。おお、なんかちょっと違った作りで面白いね、ここも。ここはね、本当に江戸って感じじゃない、昭和って感じ。まあ、というわけで、まあ、ゆるい動画なんですけど、多分ね、いろいろ出していくと思うんで、埼玉県のうるせえ埼玉県の魅力をね、どんどん知ってってください。次回は秩父で会いましょう。お、待って、いや、待ってよ、もう秩父固定しないで行こうぜ、どっか。まあ、秩父行こう、秩父も。じゃあ、というわけで、じゃあな。もしこの動画良かったのと思った、ダメだ、もうカミカミだ。もしこの動画良いと思ってくれた方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。左か右にどっちかに過去動画のサムネイル出しておくんで、気になったら下の概要欄からご覧ください。というわけで。